どうも、トミーです。今日も早速、トミーデシベル行ってみようというふうに思っております。えー、本日はですね、リクエストにお答えしようというふうに思っております。えー、リクエストをお便りいただきましてですね、えー、ちょっとだけご紹介しようかなというふうに、えー、思っておりますけれども、えーとですね、えー、題名がですね、 スタンディングライブはもちろんのこと、アコースティックライブも毎回参加しているジョースターズファンです。という四季さんからね、いただきました、えー。ネバーエンドの心に染み入る旋律、美しい和音、胸を打つ歌詞、赤坂のライブで初めて、えー、聞いた時から何度も聴きたいと絶望していたこの曲、あの曲が6年目にして、とうとう、ね。 えー、という文章でございまして、えー、ということの、この何て言うんですか、えー、ことをですね、えー、含めましたあ、おたけびを聞きたいということでございましたので、えー、早速ですね、えー、こちらのですね、えー、レベルアナライザーの方に当てていこうと。こちらですね。レベルアナライザーに当てていこうというふうに思っております。それでは、早速、 参りましょうネバーエンド配信リリースおめでとうございまーす ということでございまして、5月のツアーゲット、チケットもゲットしたいと思っておりますということもね、添えられておりました。というわけで、えー、今日出ましたのはこちらになりました。127.9!127.9! ね、えー、出ました、えー。そんなわけでございまして、 ええー、まあ、やっとですね、この約2年間、ええー、まあ、私たちもいろんなことを考えながら、えー、ツアーをやろうということで、えー、なんとかね、皆様に会いたいということで、えー、やらさせていただきまして、計画が立ちました、えー。でね、それに伴って何かお届けできるものはないかといろんなことをやってきましたけれども、 ーこのね、富デシベルっていうのも、まあ、そういった趣旨の中の一環でございましたけれども、えー、その中で、えー、今度4月1日の配信リリースということになりました。ネバーエンド。ね。えー、こちらになりますので、えー、このね、デシベルをご覧になった後になりますけれども、えー、配信の予定になっておりますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。というわけでございました。 えー、四さん、どうもありがとうございました。えー、そんなわけで、一週間も様々あったことだとは思いますけれども、今週一週間も笑顔で参りましょう富でしたさらにリクエストお待ちしておりますではでは